ダニエル・アーサースタンフは、アメリカ合衆国テキサス州、ハリス・グンハンブル出身のプロ野球選手。左投げ左だ。現在は、フリーエージェント。2012年の MLB ドラフト9巡目で、カンザス式ロイヤルズから指名され、プロ入り。契約後、参加のアパラチアンリーグのルーキー級、バーリントンロイヤルズで、プロデビュー。19試合に登板して2勝1敗。 防御率1.5534奪三振の成績を残した。2013年は A 級レキシントンレジェンズでプレーし、25試合に先発登板して10勝10敗、防御率3.07117奪三振の成績を残した。2014年は A 級ウィルミントンブルーロックスでプレーし、32試合に登板して3勝8敗にセーブ。 防御率3.7779奪三振の成績を残した。オフにはアリゾナフォールリーグに参加し、ピオリア・ハベリーナズに所属した。2015年は AQ ノースウエストアーカンソーナチュラルズでプレーし、42試合に登板して5勝4敗3セーブ、防御率3.5776奪三振の成績を残した。 フィラデルフィア・フィリーズ時代2015年12月10日にルール5ドラフトでフィラデルフィア・フィリーズから指名され移籍した。2016年シーズンは開幕25人枠に残り4月7日の新シシナティレッツ戦でメジャーデビューを果たした。だが直後の4月14日に禁止薬物規定に違反したと報じられ80試合の出場停止処分を受けることになった。 処分が明けた後の7月22日にリーフとなった。フィリーズでは7試合に登板して防御率10.802脱三振の成績を残した。2016年7月25日、ルール5ドラフトの規約でロイヤルズに戻ることになった。AA 級ノースウエストアーカソへ配属され、14試合に 当番して2勝0敗1セーブ、防御率2.1126奪三振の成績を残した。2016年12月8日にルール5ドラフトでデトロイトタイガースから指名され移籍した。2017年4月1日に一旦 FA となったが、これはルール5ドラフトの規約でアクティブロースターから外す場合は変換義務が生じるために、 それを回避するのが目的であり、すぐに新たにメジャー契約を結び直した。翌2日に、参加のトリプル A 級、トレド・マット・ヘンズへ配属された。6月3日に、メジャー昇格してからは、左のリリーフとして定着し、この年は55試合に登板して0勝1敗、防御率3.8233奪三振の成績を残した。2018年4月25日の、 ピッツバーグパイレーツ戦ではメジャー初勝利を挙げた2019年レギュラーシーズン終了後の10月24日にマイナー契約でトリプル A 級トレードへ配属され同日中に FA となった。体をクロスターンさせてハイスリークオーターから速球、スライダー、チェンジアップを投げ込んでくるリリーフサワンである。ありがとうございます。